はい、こんにちは、あんこもち先生です。私のお悩み相談教室が今日も始まりました。今日はですね、直接私の方に会いに来てお悩みがあるという方がいるんですけれども、なんかですかね。というか、こんにちは。こんにちは、どうも、はじめまして、あんこもち先生。はい、すいません、ちゃんとそっち向けばよかったですね。この赤子が生まれたんです。はい、赤子、独特な言い回しですね。今まで赤ちゃんとか言ったりベイビーとか言ったりします。赤子っていう人待ち初めて聞きました、最近。あ、待って、何歳ですか？あ、まあいいです、あの、続けてください。まあまあ、朝の2時なんです。はい、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 全然寝ないんですけど、はい、どうやったら寝てくれますかね。あ、まずですね、今朝の2時じゃないです。今朝の2時じゃないですよ。何時ですか？いつも朝の2時ぐらいまで起きちゃってるってことですか？2時以降も、はい、3時間おきにおっぱいとかあげてるので、夜泣きみたいな感じですかね。もうおっぱい飲んでもずっと抱っこしてないと。すいません、もうちょっと無料相談のお時間来てしまいましたので、今日はここまでにさせていただきたいと思います。それでは皆さん、まったねー。わー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 、チャンネル登録よろしくね。